皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この時間は、小学校1年生の算数、長さ比べと広さ比べの内容です。今回もいろいろなものの長さを調べたいと思います。そこで、教科書、ノート、消しゴム、鉛筆を使います。では、教科書100ページを開いてください。今日は、机の縦と横の長さを調べましょう。調べるには何を使えばよいでしょう。一時停止をして使うものを考えて用意しましょう。さくらさんは鉛筆、ゆうとさんは消しゴムを使うそうです。皆さんも用意したものを使って、机の縦と横の長さを一時停止をして調べましょう。では、画面を見てください。はじめに、さくらさんの調べ方を見てみましょう。縦の長さは、鉛筆4本分です。横の長さは、鉛筆6本分です。だから、机は横の方が鉛筆2本分長いことが分かりました。次は、ゆうとさんです。縦の長さは、消しゴム6個分です。横の長さは、消しゴム9個分です。だから、机は横の方が消しゴム3個分長いことが分かりました。皆さんの机の縦と横の長さは何のいくつ分でしたか？物を使うと長さは何かのいくつ分で調べることができますね。それでは家にある身の回りの物の長さを調べてみましょう。さあ、いくつ調べられるかな？一時停止をして調べてみましょう。たくさん調べられましたか？皆さん、見てください。さつきさんが調べたら、はがきの縦の長さも横の長さも消しゴムの4個分になりました。縦の方が長いですね。どうしてどちらも消しゴム4個分になってしまったのでしょう。正しい調べ方を一時停止をして考えてみましょう。さつきさんは消しゴムの縦と横の両方を使っています。消しゴムの縦か横のどちらかを使って調べれば良いですね。では、もう一度、はがきの縦と横の長さを調べましょう。消しゴムの縦を使うと、
はがきの縦は4個分、横は2個と半分です。消しゴムの横を使うと、縦は6個分、横は4個分です。このように決めたもののどこの長さを使うかが大切ですね。長さは何かのいくつ分で調べることができます。これから3つの練習問題を解きましょう。教科書の101ページや画面を見ながら考えてくださいね。1つ目の問題です。4つを長い順にノートに書きましょう。一時停止をして解いてみましょう。一緒に確かめましょう。この問題はマスの数を数えれば長さがわかります。あのクレヨンはマスの4個分です。いの鉛筆はマスの7個分です。うのペンはマスの6個分です。えの絵の具はマスの3個分です。鉛筆、ペン、クレヨン、絵の具の順ですね。だから答えはい、う、あ、えです。二つ目の問題です。かのオレンジのモールと、きの黄緑のモールがあります。どちらがどれだけ長いでしょうか。長さを調べて答えをノートに書きましょう。一時停止をして解いてみましょう。一緒に確かめましょう。かのモールはマスの9個分です。きのモールはマスの8個分です。どちらがどれだけと聞かれていますよ。だから、かがマス1個分長いですと答えましょう。モールを伸ばさなくても、マスの数を数えれば、長さが比べられましたね。最後の問題です。さのクリップと、しのクリップ。どちらがどれだけ長いでしょうか。クリップはすべて同じ大きさですよ。一時停止をして長さを調べ、答えをノートに書きましょう。一緒に確かめましょう。この問題はクリップの数を数えればわかりますね。さはクリップ9個分です。しはクリップ10個分です。だからしがクリップ1個分長いです。今日はいろいろなものを使ってそのものの何個分かで長さを調べました。
それでは一時停止をして、この時間の振り返りをノートに書きましょう。振り返りは書くことができましたか？長さの学習は今回で終わりです。楽しく学習できましたか？また次回をお楽しみに。